ついて悪いやつ。仕事じゃない。ちょっと待ってね。全然ダマで相当すげえで。ウクライナ人と同じ役割をしたいですよね。要するに領土防衛という願望で行くわけですよ、自分は。やっぱり領土防衛だとか国を守るっていうのが自分の中にありまして、皆さんはそれを必死にやってるわけじゃないですか。例えば国籍は違いますが、領土防衛を大統領もね、一生懸命やってるわけじゃないですか。でウクライナ人も自分の要するに土地を守るために頑張ってるわけじゃないですか。その一点ですね。まあ日本から来てるということだけでウクライナの人たちの気持ちがね、少しでも強くなれるんじゃないかなというのは、街を歩ってると。